はい、今高槻に帰ってきてるんですけど、高槻にいろいろ調べてるとですね、こちら餃子天狗っていうお店があるんですね。餃子なんとですね、1人前がですね140円と激安、ちょっと小ぶりらしいですけどね、どんな餃子なのかちょっと行ってみたいと思います。それでは、よし。ごちそうさまでした。ビールと餃子とラーメンと食べてきました。餃子は小ぶりなんですけど、それなりに肉質がしっかりしててですね、いい感じのお店です。平日の4時ということなんですけど、4時にでもですね、地元の人がいろいろ来てて、なかなか盛況なお店ではないかと思います。機会があれば皆さんも来てみて、来たらいかがかなと思います。人通りが多いんでちょっと恥ずかしいですね。それではまた、シュイー。